こんばんは。前回の続きやっていきます。ここは占い小屋ですね。アイテムをこう、手に入れ、ガチャじゃないんですけど、アイテムを手に入れるところです。こういう、これは食料ですね。石、金貨みたいな。でこれは研究の速度を上げるやつですね。画面の右上ですね、6600分の3223。大体3で、なんか割引もできるみたい。あ、ほら、占いコインが 20% 返却。あ、これはないけど、だから、うまくいったら3000しかないのに、4回引けたりとか、1回1000使うんですけど、4回引けたりとかしますね、割引で。ここは、鍛冶屋になってます。ここかな。ちょっともう今日の分終わったんですけど、1日5回、モンスターを倒して、で素材集めて、でそれで、装備を作れます、ここで。もうね、持たしてる。どこ行ったっけな。これかな。こういうふうに今持たしてます。こういう感じで。これ装備ですね。一番レアリティの低いやつかな、今も。あとね、これは一族の小屋。ここで依頼を受けるんですよね。アイテムを消費するんですけど、でこのアイテムは、この右の探検、ここでね、繰り返せます。でこの時に農民セットするんですけど、ちょっとこっちからやった方がいいかな。で、なんかね、バフみたいなのがあるんですよね、ここ。これかな？効果。確率、ここですね。不器用な農民、これ、この隣のここ、将兵、ここのいいやつが出る確率が変わってくるんですよ。あんまないみたいだな。で、ここで探検で探しに行かせるって。で、ルートが出てきて、ここですね、6から108とか、34から68の方がいいかな。下手したら6の可能性もあるので。だから、さっきのアイテム、この、なんだろう、果物みたいな形のアイテムを取ってきます。時間が、4時間。画面右下の方ですね。4時間35分。これは集結ですね。NPC に対しての集結かな。出すかな。出しました。2人しかいないな。あとは画面右ですけど、4部隊出せるんですけど、資源を採取させてるかな。画面の右の上の方に、お米、食料、木、石、金っていう風に出てるんで、足りないやつを採取ですね。うわ、微妙に残ってるね。多い、全部取れないけど、2回ぐらい分けたらいいかな。30万しか、3回ぐらいいくかな、これだったら。あ、これはいいね、48万。でこういう時は買えるんですよ。この下の方に 49.5% とかね出てるの、この多分時短、早く採取する時間だと思うんですけど、上の方が高いんですよね、数値が。でも兵が持てないので1しかレベルがないから、レベル高いやつに変えて、あ、でもあまり持てないな。じゃあ、でもこれでいいかな。うん、2回に分けたらいいか。これですね、今戦闘してます、画面の右に。素材があるんですよね、この NPC じゃないと手に入んないみたいなやつが。 OK。 何がある、手に入ったのこれっぽいっすね、あ、これがおまけかな。これ素材ですね、これ装備作る鍛冶屋の、ね、
こういうのかな、これが入ってくるんですよ、運が良ければ。この戦争本部ってやつのレベルを上げるときにこの素材が必要ですね。戦いの角笛っていうやつが640個で、まあ、37個しかないです。あとはね、これもそうかな、これは、あ、これも持ってるみたい。じゃあこっちは足りないかな。あー、これは魔物か、なるほどね。今のは外の NPC か、これでいいのかな。こう画面左下のチャットの上、中継地っていうやつ、これの魔物でいいのか。あ、魔物がいない。これ時間で変わります。ここリセットされて、当ててこない。あ、じゃあ魔物いないな、残念。じゃあもう最初でいいかな。出てこない。 OK、 クリアしたら他のがまた出てくる場合があるんですけど、なんか今出てこないですね。今自分の戦力はね、画面の左上ですね、176万375です。800位ぐらいかな、ランキングで。これですね、個人戦力764位です。1位はね、7600万とかですかね、全然違う。今やってるイベントがこんだけありますね。週末だとこれかな、密林のルール。これ4人で遊ぶ、まあ、模擬戦みたいな感じですね。マップが、四角いマップがあって、まあ、四隅で始まって4人で。で、相手倒したりとか、あと NPC 倒したりとかして、まあ、ポイント稼ぐやつですね。これ密林のルール。もう一つぐらいなんかイベントが欲しいとこですけどね。1週間の中で4日ぐらい育成して、3日間やっぱりなんかこう、この4人でやるんじゃなくて、もうちょっと多い人数でできるような、なんか戦争のマップみたいなのがあったら、もうちょっと遊べるような気がする。やりますかね。ずっとね、弓で今やってるんですよね。これね、3すくみがあって、得意不得意があります。ここですね、槍は盾に強くて、盾は弓に強くて、弓は槍に強い。で、自分は弓で今言ってます。相手が盾だったら不利だけど、槍だったら結構有利ですね。これでやりましょう。英雄はね、この2枚、エラルドとガルドとリベットってやつでいきます。スキルはこんな感じかな。スキルはね、10まであるんですけど、全然上げてないですね。リベットはね、この回復系です、スキルが。この最初のやつがね、これでやります。あ、左上ですね、画面の右上に出てます。10分あるんですけど、時間は、時間は真ん中上ですね。10分あるんだけど、どうですかね、最後の2分ぐらいまでは、まあ、グダグダでいいかも。グダグダな感じでいいと思いますね。そんなに点数離れてなかったら、ポイントが。ポイントね、画面左上ですね。あ、今サイン落ちた。さっきの鍛冶屋の装備はそのまま引き継ぐんですね。ここで、ほら、さっきの鍛冶屋の装備そのまま引き継いでますね。だから装備鍛冶屋で作って、そのままここで持っていけるんだ。で、いいやつが出たらここでゲットするみたいな感じかな。火力アップで防御力ダウンか、なるほど。これはワープ、あ、やり合ってる。これも、あ、使っちゃった、間違って。まあいいか、もったいない。お、
るぞ、下に敵が。やらっちゃえ。私も。お、みんなやり合ってんな。ちょっと離れよう。三すくみだ。やっちゃえ。よし、それでこっちだ。いいね。あ、どっか行っちゃった。あ、またここいる。待てやー。うわ、来てる。敵が。離れよう。狙われる俺。逃げちゃおう。あのね、漁夫の利をね、狙うってのありです。他の人戦ってると、どっちかを狙うってポイント稼ぐっていう。前回それしましたね、前回。それで1位取ったんじゃなかったかな。5分ぐらいまではグダグダでいいかな、残り。自分は2分でもいいような気がするけど。入っても出ないっすね。まあ、真ん中行かないとないかも。やり合ってますね。みんな同じぐらい、ほら、200ポイントで。270、270、220、同じぐらいです。多分真ん中いると思うんですよね。バフが欲しいんですよね。ここですね。あ、これなんだ。弓だったらいいけど、あ、いいね。でも、これはないかな。あ、いいね。これも攻撃つけた。やばくなったら画面右下、これで逃げます。ランダムの1点で。装備か、ないな。うわ、どこでやり合ってんだろう。あ、そこにいるわ。矢印見えた。怖い。でもどこでも来そう。5分ぐらいになったら真ん中に出るんですよね、 NPC が。それを倒すとポイントが高い。で、ルーン取ったルーンはここですね、に溜まっていきます。うわ、一番最下位になった。でもまだまだ大丈夫。逆転できる。あのね、倒した時のポイントが増えていくんですよね。こっちは。更新されたら真ん中に多分出る。NPC が。ほらほら。これ倒したら、でかい。いや、来た。取られるかもね、ポイント。あ、俺が取った。オッケー。逃げよ。2位まで上がった。てる、やめてー。ではアップ。来てるぞ。来てる来てる。やめてー、やめてー。やめてー。狙われてる。やめてよ。ギャー、やめてー。やめてやられた。クソが。うわ、みんな三つどもえしてる。あそこ行こう。あれいいんじゃね、あそこ狙えるんじゃね。いいね。ちょうど俺欲しい。こっちは、あ、これも弓だ。いいね。全部俺に必要なものだ。これは、これもいい。
どんどん溜まっていくルーンが。いいね。ちょっと5000減ったぐらいだ。15万からスタートですね。ほら、どんどん溜まっていってる。こういう風に。いいね。わ、3位まで落ちた。残り2分になったらまた真ん中に出るんですよ。多分それが、あ、消えた。最後の勝負。この2分間グダグダに、残り2分グダグダにやっても最後で逆転できる可能性があります。ルーンだけ取っとこう。そろそろ出るよ。寄せよう。これで決まる多分。あ、これ回復だ。いいね。やばい、違う。出るぞ、そろそろ。来た。これを倒せるかどうかなんですよ。結構ポイント稼げるんで来るんじゃないかな。来た、ほら。あ、取られた。ダメだった。残念。ああいう風に狙うんです。やられた。残念。残り1分。無理だな。回復。いいね。今ならんかな。負けた。3位でした。残念。いないな。くそ。3位でした。残念。これはね、参加の報酬ですね。1日3回、1回目の報酬と、こっちは3回目。あとは、1位取った回数でまた報酬が違いますね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。